こんにちは。今日は先日の非常袋のご紹介に引き続き、もう一つプラスアルファでご紹介したいと思います。それでは早速ご紹介に参ります。今回ご紹介するのはこちら。家具の転倒防止のために伸縮棒を買うことにしました。こちらは Amazon のレビュー欄が一番、評価が高かったということで、こういう会社さんはアイリス大山さんっていう会社さんで購入しました。販売元は Amazon と書かれてたので、こちらの方から直で発送してもらったんですけども、こちらの価格としてはお買い得な価格で、こちらの方は、送料合わせて、900円ぐらいだったような気がします。何円以上買うとちょっと送料が安くなるというのがあったみたいです。で、こちらは、幅が狭いタイプのものです。こういう突っ張るもので、家具と、天井を支える、部品を買いました。部品っていうか、組み立てて、5分ぐらいで取り付け可能なので、結構簡単に取り付けることができます。ここをくる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 っとちょっと回して、設置するそうです。で、こちらは、その家具と、天井までの高さが20センチ、書いてますね。40センチから10メートル、結構離れてるタイプの家具にも対応できるものも買いました。結構こちらも取り付けも簡単なので、ぜひお試しされてみてはいかがでしょうか。次はちょっと実際にこの実際の商品をご紹介します。はい、ご紹介します。こういうところからちょっと失礼します。こういう、こちらも先ほどご紹介した60センチから、40センチから60センチぐらい対応できる突っ張り棒です。こういうふうに設置しています。ちょっと今日日差しの関係でピントが合いづらくなってますけど、こういう感じで設置しています。で、短い方はこの隙間の狭いタイプの方に取り付けています。以上が、Amazon で購入した地震対策グッズの紹介でした。プラスアルファのものもありますので、また見てくださいね。で、プラスアルファです。最近は、こういうのも動画の人は考えているそうです。時々YouTube の動画さんでもご紹介している方が多いみたいなんですけども、カバンの中に入れられる、救急セット入れ用のポーチっていうんですか、そのポーチがすごく便利そうなので、ちょっと作って、今後ちょっと作ってみようかなと思います。制作時期未定なんですけども、せっかくちょっと、うちでもこういった、
まだちょっと余っている毛糸があるので、ちょっとこれとマリートとか、まあ、あとはちょっと1個残ってたこれがあるので、まあ、ちょっと作れられれば作ってみようと思います。以上が、地震対策グッズのプラスアルファのご紹介でした。いつもご覧いただきましてありがとうございます。